八つま駅は、岐阜県本須郡新生町にあった名古屋鉄道伊比線の駅である。伊比線の前身である、美の電気軌道によって、北型町駅から黒野駅までが延伸開業した際に開業された駅である。1944年より休止され、そのまま復活することなく1969年に廃駅となった。前後の駅より早い廃止であった。 駅西側の更地 ABC 国土地理院2.5、万地ケーズ、北方、1932年修正版、1947年、に収む版、名古屋鉄道100年史881ページでは8、つまたであるが、地方鉄道運輸会始、漢方1926年4月13日、鉄道停車場一覧、昭和12年10月1日現在では8またと、 表記されている休止時点では、幕は村。地方鉄道運輸開始。官報1926年4月13日。ABC、岐阜のちん、電車岐阜市内線と美濃町。伊ビ谷組線の85年郷土出版社。1997年。220から230ページ。ISBN4 から876700974。ABC 徳田光一。 名鉄 600V 線の配線を歩く席別の、岐阜線と空港線誕生 JTB パブリッシング、JTB キャンブックス、2005年、144ページ。ISBN 978から4から533058837。ABC 今尾啓介、日本鉄道旅行地図長7東海、新庁舎、2008年、54ページ。 ISBN 978から4から10から79万25から8。岐阜のちんちん、電車岐阜市内線と美濃町、伊比、谷組線の85年強度出版社、1997年、61ページ。ISBN4 から876700974。国土地理院2.5万地形図、北方1970年快速版以降は、 主要道を通す土手となっており、それ以前に当駅は廃駅となっている。国土地理院2.5万地形図、北方、1947年に治む版北緯35度26分12秒、東計136度40分34秒、北緯35.436630度東計136.676036度、統計13 35.436630136.676036ありがとうございます。